生ファーストアルバムリリース記念バースデー配信配信トーク&ライブスタンドアップへようこそ。配信ライブの MC を務めますシンガーソングライターのなるです。よろしくお願いします。本日予定されておりました坂本千恵ファーストアルバムリリース&バースデーワンマンライブスタンドアップが延期となってしまいました。そこでファーストアルバムのリリースを記念しまして配信トーク&ライブをお届けさせていただければということになりました。短い間ではございますがぜひ楽しんでいただければと思います。それでは早速ですがもうご登場いただいておりますが坂本千恵さんです。あー本日の主役でございますね。お願いいたします。坂本千恵です。よろしくお願いします。いや、いよいよですね、やってきました。もうこの日があっという間でしたね。あっという間、めちゃめちゃあっという間。はい、でも早速なんですけれども、はい、本日トークに参加していただく皆さんを坂本千恵さんにご紹介いただきたいと思います。はい、本日私のライブをバンドで盛り上げてくださるちえちゃんずの皆さんです。イエーイ、かわいい。ちえちゃんずの、ちえちゃんずのね、かわいい、かわいい、本当にかわいい。はい、本日はよろしくお願いします。皆さん、改めて自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、今日は全力でちえさんの力の限りサポートさせていただきます。ピアノとキーボード担当させていただきます、アキです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ドラム担当させていただくキャサリンです。よろしくお願いします。今日は頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、今日は、ベースを弾かせていただきます。ヒデです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、いつもと一味違った坂本千恵さんをサポートさせていただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。千恵ちゃんずのボーカルのじゃなくてギターの、ネロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は全力サポートさせていただきます。 ありがとうございます。いや楽しみですね。フルバンドでお届けということですから。はい、では、改めまして、坂本千恵ファーストアルバムスタンドアップリリースおめでとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとね、せっかくなので、まあ、ライブもこの後お楽しみいただきたいんですけども、ちょっとアルバムについて今日いろいろお話を最初にしたいなと思っております。ちえちゃんがめちゃめちゃ緊張してるんですよ。いやいや、ちょっと何も入ってこないですけど。いや、今日ちょっとねチルルンタイムも兼ねてやってきてはいるんですけども、はい、ちょっと今日はねチルルンタイムの時のあのゆるーく楽しくというよりは一味違った、かっこいいちえちゃんをお届けしていただけたらと思います。いろんな方向からプレッシャーが映り方だと思ってたのに、いつもと違うちえちゃん、いつもと違うねちえちゃんを楽しみに、楽しんでいただけたらなと思います。で、早速なんですがアルバム制作どうでしたか。大変でしたか。めちゃめちゃ大変でした、うんうん、だってファーストアルバムなんで、はい、そうですよね。今まではシングルを3枚出させてもらって、うん、はい、まあ2曲を、うん、まあ、全力で向き合うっていう感じだったんですけど、はい、今回はもう10曲、うん、10曲とこう、はい、向き合っていろんな感情で歌って、うん、いろんな弾き方で演奏してっていうレコーディングをしたので、はい、いやー大変でした。いやでも私もね本当にチルルンタイムの裏側の時とかに、はい、本当にね、いつもこんな感じなんですけどすごい頑張ってるちえちゃんもいつもこんな感じなんですけど営業妨害よね。あ、そうか。すごいね頑張って制作してるのは見てきたんですけども、どうですか、なんかこう一番苦労したというか、はいはい、苦労した部分とかってどんなとこなんですかね。苦労した部分はここ聞いてみたいな。いやね、うん、歌い方、はい、がやっぱりなんか難しくて、うんうんうん、なんていうんですかね、まあ、レコーディングで、まあ、ちゃんと歌わなっていう、はい、カチッとしてしまったら感情がなんか変に乗らなくなるし、はい、感情をこう乗せようと思って自然に歌うと歌詞が聞こえづらくなったりとか、はい、なるほど、し
て、はい、そのなんかなんでしょうね、ライブで歌うのとまたレコーディングで声を入れるの違いが、うんうん、ね、ちょっと難しくてガンガンぶち当たりました、うん、ガンガンぶち当たりましたいやでもそうですよね、なんかレコーディングって改めて自分の曲と向き合う機会ですもんね。そうなんですよでもいい勉強になったんで、うんうん、アルバムも無事完成して嬉しいなって思います、はい、今はそうですよね、嬉しいなっていうのが一番ですよね。まあでもなんかすごいそういう大変なところもたくさんある中、多分アーティストさんそれぞれの思いをすごいしっかり込めて CD って出来上がってるものだと思うので、皆さんも隅々まで聴いて楽しんでいただけたらと思います。はい、あとはミュージックビデオの撮影も今回はあったということですが、はい、そうです、すごいですね、盛りだくさんで、ちょっと盛りだくさんですよね。ミュージックビデオの方はどうでしたか？ミュージックビデオも、うん、もうミュージックビデオがほんまに難しくて、さっきの CD の話ちょっとね、CD もやっぱ難しいですよ、そりゃ。それは完成で作ったんですけど、はい、ミュージックビデオってよりね、そう、なんか、はい、映像に映ることに慣れてないじゃないですか。うーん、なるほど。カメラに撮られるのも、はい、もう苦手だし嘘でしょ、本当に嘘でしょ、本当にいつも配信してなかったっけ。いや、まあ、でも構えて撮られるのと改めてこう、うん、だって私しか動かないじゃないですか、はい、言ってしまったら、うんうん、はい、それをなんかもう1対1で撮るってもうずっと撮られてる、何みたいな、何ってなるそうだからめっちゃ緊張して、うんうん、でもなんか何やろ、これ私は緊張してるけど、はい、見てくれてる人はもう楽しみに待ってるから、うんうん、なんかそうですね、そう見てくれてる人を思って動くというか、なんかこう音に合わせて、はい、動くね結局動くよね音に合わせてね結局動くよね音に合わせて動くよね、そうそう、はい、まあ、やっぱこう見てくれてる人を考えると、うん、はい、あのまだちょっとやりやすくなったなって思いました。あ、なるほど、そうそう、見てくれてる人のことを思うと自然と、私はちょっと恥ずかしいけど、うんうんうん、恥ずかしいけどそうなんかこう恥ずかしくないですか、改めて撮られると。そう、でもた楽しい、楽しいが勝ちません？いやもうドキドキもうめっちゃドキドキえ、皆さんどうですか、撮られるのって慣れていらっしゃいます？もうキャサリンさんキャサリンさん目を当ててくれえ、どうなんですかね、うん、え、楽しいって方います？あ、すごい、3対3男性と女性ですかね、うん、あれ男性と女性ちょっと3-3で分かれたんかなって楽しいよね、楽しいですよね、うんうん、女性陣どうですか？めっちゃ苦手です。苦手なんですね、声も聞こえてないかもしれない。秋さんはどうですか？ない方がない方がまあ、はえちえちゃんは恥ずかしい、恥ずかしい、緊張する。まあでも改めて撮られるとそう、うん、恥ずかしい、恥ずか楽しい、え、羨ましい。だからこう楽しいって思えるのがうん、羨ましい。ああ、出るや心から、うんうん、感情が、うん、なるほどなるほど。もう え動かれへんって何？楽しいみたいなならへん勝ちどうしよう投げしなみたいなでもライブとか、ライブはどうですか？ライブはでも楽しいって思う、楽しいって。え、それは、うんそうね、緊張はしますけど、うんうん、でもそれ以上にやっぱ歌って、で目の前にやっぱりこういるじゃないですか、手叩いてくださったりとか。あ、なるほど。でもそこは大きい差ですよね。その、トラ、なんていうの、ミュージックビデオで一対一でカメラマンとっていうのと、うもう体揺らして聞いてくださってるね、そうそう、皆さんがいるのとでは違うと、うん、違うのね、おっしゃっております。そう、役ですえ、だからちえちゃんはやっぱり聞いてくださる皆さんが目の前にいるのが楽しくて、うん、じゃあ今どうやねって感じですけど今も楽しい。この後のライブはもちろん皆さんがねいると思って、うん、全力で、うん、お届けしてくれますよね。はい、はい、皆さんの顔を思い浮かべながら
やってくれますので、ショールームとかだと、なんか皆さんアイコンでいてくださってますもんね。アイコンでみんな入れてくれます。はい、では今日は、ショールーム、あとは17ライブツイキャスから皆さん見ていただいていると思うんですが、ぜひぜひ、楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、そしてそのアルバムの中でも、はい、ちえちゃん的おすすめの1曲、難しいと思うんですけど、おすすめの、まあ、曲ありますか？おすすめの曲、うん、まあね、全部聴いてやとは思うんですけども、これっていう、もう特にこれ頑張った、これ聴いてみたいなのあればぜひね。めっちゃ悩んでますね。タイトルにもなってる、おスタンドアップ、うん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 、やっぱりこれはぜひ聴いていただきたい。お、何の何の、おやればやっぱり、まあ、リード曲といいますかね。そうですね、リード曲だし、うんうん、はい、タイトルにもなってるし、うん、一緒。中身、中身、中身の部分ちょっとなんかここのこういうとこ頑張ったから来てみたいな。あ、でもミュージックビデオにもなってるので、この曲は。そうですね、そっか、そう、じゃあレコーディング頑張って、さらにそのミュージックビデオをね、感情も出して頑張ったというところで。中身ね、うん、でもどの曲もですけど、うん、結局どの曲もってなるんですけど、うんうん、なんか歌詞はやっぱり私はなんか結構重要視してて、うん、やっぱり音楽のリズムも大事だし、まあ、なんですか、歌い方とかでこう感情を届けるのも大事だけど、うん、やっぱ歌詞を私は音楽聴くときに結構重要視するので、うん、なんか歌詞で少しでも、まあ、こういう感情の人に届いたらいいなとか、うん、こういう歌詞でこう少しでも前向きになってもらえたらいいなっていうのを気持ちを込めて書いたので、うん、ね、ぜひ歌詞もしっかり聴きながら聴いていただきたいなというところですね。そうです、はい、ありがとうございます。皆さんの全曲全曲ね、しっかり聴いていただきたいんですけども、うん、まあ、ちえちゃん一押しのスタンドアップもぜひしっかり隅々まで聴いてみてください。はい、まあ、ここでサポートメンバーの方にもお話をお伺いしたいと思うんですけども、はい、せっかくなんでね。はい、じゃあ坂本千恵さんとスタジオでご一緒された印象はどうでしたかという。やばい。まあね、普段千恵ちゃん一人でね、やってるわけですから、はい、なかなかこういうフルバンドでバンドの方とスタジオに入る機会ってないと思うんですけども、きっと多分私ね、それはいつもの千恵ちゃんやったんやろうなっていう予想なんですけども、じゃあアキさん、はい、ちょっと第一印象どうだったか聞いてもいいですか？チェさん、本当に表情がすごい豊かなんですけど、はい、やり取りしながらこう顔でのコミュニケーションがすごい感じる。まさかの顔での、お願いしますって訴える顔がすごい。顔文字のスタンプとか出たら私買うと思います。作ろうかな、作ろうかな、ラインスタンプ、ラインスタンプはいけるかな。確かに、でもすごい想像できますね。確かに、訴えて、特に訴えてくる時のちえちゃんの顔すごい念こもってるから。言葉で今そうそうそう、すごいですね。第一印象からもう溢れ出ちゃってたんですね、坂本ちえワールドが。あきさんは初めてだったんですよ、今日、今日じゃないわ、今回のイベントが。キャサリンさんとかネロさんとかヒデさんは一度ライブで、はい、一緒にやらせてもらってたんで、アキ、うんうん、さんはもう本当に初めてで、はい、いやめっちゃ優しい方が安心しました。うわーみたいな人だからどうしよう。どんな感情でピアノ弾いてるの。それはすごい。まあそうですけど。ガシャン。まだ見てない。もうちょっとしたら出ないところですかね。いやでもね、実は私ちえちゃんにも、私は今日皆さん初めましてだったんですけど、うん、サポートメンバーの皆さんとで、まあ、初めまして緊張するなっていうのを言ってたら、ちえちゃんからもめっちゃめちゃめっちゃめちゃ皆さん優しいよって来てます。私は
やもう安心して今日ここにやってきました。はい、でもちょっとせっかくなんでもう一人ぐらいお伺いしたいなと思うんですけども、じゃあヒデさん、あ、どうですか第一印象。第一印象、はい、第一印象、そうですね、あの普段の雰囲気と、うん、はい、こう歌った時の表現度合いのが素晴らしいなって、すごい、なんか普段の感じからはこう想像ができないような感じのこう歌声というか歌い方というか、かっこいいですよね、ちえちゃん、ね、歌い出すと見ちゃった、見ちゃった、そのなんか憑依する感じがすごい受けました、ね、いや嬉しい、逆萌えですね。あとはなんか逆萌え、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 萌えなんすか。自分からギャップ萌え出してて。あとはなんかすごくいい感じにこう演奏できた曲終わりとかに、まあ無言なんですけど、ほんほんほん、なんかムフムフって笑う、ムフムフって笑う感じがすごい素晴らしいな。あ、それで、ああ、よかったね、今のっていうのが分かる。確認。なるほど。ちえちゃんから溢れ出るムフで。そう、なんか、いや、めちゃよかった、ね、めちゃよかったですとかはないんですよ。でも、ムフムフって笑われる。で、なんか、ああ、よかった、今気に入ってもらえたんやっていうのが。なるほど。っていうのが。いや、スタジオでもちえちゃん全開なんですね。あ、でもそのね、もうムフって、もう、ムフが最上級ですよね、多分。なんか、めっちゃよかったです、みたいな、なんか、うんうん、なんだろう、なんか、上からになってへんかなって思っちゃう。何様みたいな。どうしようと。もうでも心の中ではめっちゃ良かったし、どうしようみたいな。なるほど。そう、ね、みたいです。皆さん多分ちえちゃんと実際ライブとかでお会いした時とかもね、今日あいいライブできたっていう時多分なんかムフってしてると思うので、それで気づいていただけたらと思います。でも。素敵ですね。なんかちえちゃんって本当に人柄がね素敵だと思うんですよ。それが第一印象から皆さんねやっぱ感じていらっしゃるところなんだなぁと改めて思いますね。まとめ上手。ではでは次ですね、アルバムの曲で今度はサポートメンバーの皆さんに一押しの曲を聴いてみたいなと思います。ちょっとちえちゃんドキドキですよね。ドキドキ。じゃあこれはネロさん お願いしてもいいですか。どうですか。全部なんですよ。わ、全部。嬉しい。の中で、の中で、の中で、ね、リスタート、あーでもちろんスタンドアップ、わ嬉しい、そして、日々、おポツリ、ポツリは名曲ですね。ポツリは入ってる、入ってないの？あれ？本当に？違う、あれ？10曲の中に入ってなかった。シングルの。そうです、シングルです。いやでもまあ、素敵な曲でもいい。いや嬉しい、シングルの方まで聴いていただけてる。そう、だからアルバムと合わせてシングルもっていうことをネロさんは言ってくださって。上手。上手。遠回しのサポートです。遠回し。素晴らしい、アルバムだけじゃなく。ポツリも買ってください。めちゃめちゃ素晴らしい。そうですね、でもバラエティーたくさんある曲なんで、うん、なんかこんな曲もあるんだみたいなのがね、うんうん、いいの、いいアルバムだと思います。ありがとうございます。なんて10曲もね、ポツリもよろしくお願いします。ポツリ欲しい。めちゃめちゃ押してくださ い, いでもそうですね、ぜひね、今までのシングルもはい、聴いていただけたらと思います。ではもう一回いいですかね。あ、ごめんなさい、キャサリンさんに聞いてみていいですか。キャサリンさん、口からずっと口がちやった。早く当ててあげて。悩んじゃってごめんなさい。もうなんかみんなに聞いてみたいなと思いながらちょっとランダムですいません。ぜひぜひ、ね、チョコバズとかでもキャサリンさんご一緒してますので、ぜひそんなキャサリン動画になれない。そんな見てください。そんなキャサリンさんの一押し曲を、一押し、はい、全部、いや全部なんですけど、特にリスタートが元気が出るので好きです。ありがとうございます。
あとはボイスがちょっと毛色が違ってかっこいい感じで個人的にすごく好きです。前から言ってください。すごい好きです。ありがとうございます。聞こえてるかな。僕もボイス好きです。あ、嬉しい。リスタートボイスとか人気なんですかね。アップテンポ系が、私も歌ってて元気になるから、なるほど。自分の曲自分の曲で元気になる。え、でも本当に今回のアルバムね、そんないろんな坂本知恵が見れるアルバムになっているということですよね。そうです。そう、食い気味でいただきました。はい、あとはですね、ちょっと今更なんですが、ちょっと坂本に聞いてみたいことあるかなっていうので、ごめんなさい、もう一回キャサリンさんいいですか。固まるから早めの方がいいかな。固まるから、そういうことか。なるほど、進行状態。どうですか。え、なになになに、ちょっと個人的な個人的な素朴な疑問で、はい、いつからお団子なのかな。トレードマークがお団子のイメージなの。いつからいつからと。私実は切り替わり知ってるんです。そうですよね、切り替わり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 の知ってるんですよね、坂本ちゃん。でもいつでしたっけ、あれ。でも本当にいつだっけ、はい、でも2年、3年前に、ちょうど今で丸3年経ってるんで。あ、お団子歴、活動歴。あ、活動歴。ちょっと分かりしてない。ちょっと分かりしてない。いや、今お団子の話してたから。活動の話してたからね。活動が丸3年だったんで。なるほど。で、活動始めて、はい、いつだろう、あれ、でもいつだ、2ヶ月、3ヶ月後ぐらいにはお団子になってたはずなので。ああ、じゃあもうわりかし初期から。そうですね、もうお団子とともに活動してます。自分でバカにするんだ。そろそろ相方や。そろそろ2個とかです。2個目相方ですね。相方で、はい、ほぼほぼ一緒ぐらいです。わかりました。わかりました。伝わったのか。わかりました。わかりました。まあ、約3年お団子歴約3年というところで、はい、皆さんも、はい、気になっていたかと思うの で、ね、ぜひメモしていただいて。あと約3年、約3年。もう1名、あきさんあります、なんか、今更ですけどみたいな。そう、ソロでされる時と、はい、バンドを背負ってされる時と何が違いますか。何か、うんうんうん、でも、え、なんだろう、ソロでされる時とバンドでされる時の違い、うん、でもなんだろう、バンドはやっぱりこういろんな音があって、まあ、ソロでやる時もあの、うん、音源とともにやる時もあるんですけど、うんうんうん、やっぱりバンドだと生で自分にも音が届くし、うん、あとなんかこうついてくれてるみたいな安心感もあるんで、なんだろう、ソロはソロでやっぱり楽しいんですけど、バンドはなんかよりこう自分もパワーをもらって吐き出せるので、そう、それがやっぱ楽しいですね。バンドはバンドで、そうですね。それぞれの良さがありますよね。一応同じシンガーソングライターなので、はい、でもなんかソロとねバンドと本当にそれぞれの良さがあると思うんですけども。今日はそんな皆さんからのパワーをね送られてきての坂本知恵が見れるので、ぜひこの後のライブ楽しみにしていただけたらと思います。え、そしてそのライブで注目してほしいところをぜひサポーターの皆さんに聞いてみたいなと思うんですけども、ヒデさんいかがですか。ライブで注目してほしいところ、はいはい、そうですね。怖いな。いや、でもあれですよね、やっぱりあの普段の坂本知恵さんを見られてるお客さんも、うんうん、まあ、生のバンドを背負っている形ではあまり見たことはないと思うんで、うん、まあ、そこのちょっと違いですか ね、やっぱり、うん、やっぱりさっきのソロとバンドの違い の、うん、今日はそのバンドの部分を、うん、まあ、っていうのと、まあ、あとはね、あのワンマンなんで次は、うんうんうん、そうですね、一つのこう何ですかね、パッケージとして、まあ、どういうライブ、どういう世界観でやるのかとか、はい、まあ、そういうところにはちょっと注目していただきたいかなと
僕がやる、まあ、僕のバーマンじゃないですか。確かに今もヒデさんに向けて送ってしまう。僕のバーマンじゃないんですけど。そうですね、はい、その世界観もちょっと楽しんでいただけたらなと、うん、はい、思ってます。はい、ありがとうございます。ネロスさん、どうですか、はい、ライブ注目して。意気込みですか、始めたったり。意気込みはまでです。でも聞きたいところなんですけど、ここ注目してみたいなところあれば、ね、ぜひ。衣装ですかね、ちえさんの。おお、確かに。うんうんうん。以上。まさかの衣装。衣装。あ、いえ、あのね、あのギターをあんなことしたりこんなことしたりっていうことがあるんですよね。そうそう、いつも普段ギター弾いてるけど、もしかしたら それは弾かないかもしれないし、おーおー弾くかもしれない、ベースに変わってるかもしれない。わそれはすごい。いつの間に。ではワンマンライブではさらに、まあ、もういろんな面でいつも見れない坂本千恵が見れるかもしれないということでございますね。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そして、今回サポートにあたりグループ名を付けられたとお伺いしたんですが、それは先ほどのやつなんですかね。そうですね。ちょっと思ったんですけど、ちえちゃん呼び、え、ちえちゃんもう一回いいですか。あ、もう一回いいですかね。本日の私の、バンドをねしていただくちえちゃんズの皆さんでーす。あー、これはみんなサポートの皆さんがつけられた。そうなんですよ。あ、そうなんですね。知らず知らずのうちに。それ聞いてみた時どうでしたか。可愛いと思いました。可愛いですよね。可愛いよ。可愛いと思います。いや、私も可愛いって言われて、はぁとか言われて、なにそれみたいな。そんなの嫌なんだけど。なんかこう練習ならないですよね。リハが終わって、はい、降りて、あの、はい、降りてっていうかエレベーターで降りてくるんですけど、エレベーターで降りてきて外出た時に、なんかサポートの名前考えたんですって言われて、ちえちゃんズって言われて、えっとは思わなかった。おー、ヒヤッとした、ヒヤッとした。しかもひらがなでっていう。あ、かわいい。ちえちゃんっぽい。私っぽいですよね、うん、かわいい。かわいい、嬉しい。また違う名前も本当あったんですよ。え、ちょっと気になる。気になります、ね、あんまりこう言えない。え、いっぱいあったんです。じゃあちょっともうそれは終わってから、私がちょっとこっそり代表して聞いておきたいと思います。キャサちゃんズとかじゃない。キャサリン変わってしまった。キャサリンさんがセンターに立ってやるっていうあれですね。まあ逆に、ちょっとちえちゃんの方からメンバーの皆さんに聞いてみたいこととかありますか。え、アドリブ期間とか言って、ちょちょちょ、え、メンバーの皆さんに、うん、なんかこれを機にせっかくなので。いや、でもなんだろうな、なんだろう、難しいな。聞きたいこと。生配信ですよ。そうですね、どうしよう。3秒以上放送時間、3秒以上放送時間、生配信ですよ。聞きたいこと。いや、でも、うん、あ、そう、私は自分で曲書いてるし、曲、歌詞も書いてるし、曲も作ってるから、より感情を乗せやすいというか、はい、うんうん、バンドの方たちって、その私が、まあ、何ですか、作った曲を、うん、まあ、聞いてやってくださるじゃないですか。うんうん、なんか全部をこう汲み取ってくださるから、で、感謝の気持ちしかない。どうしたら。もう感動しか出てこない。感動しか出てこない。汲み取ってくれてるのがすごいなと思うから、ちょっと聞かれへんわ。どういう風にして、どういう風にで感情をね、どういう風にしてこう入れて汲み取ってくれたんですかってことですか。答えられる。いかがですか、ちょっとこのふわっとした質問にはなります。代表してお答えいただける方いらっしゃいますか。キャサリンさん。キャサリンさん、やっぱりここはキャサリンさん。成長歴長いと思うので当てられませんように。今誰もが当てられませんようにって思ってたと思うんですけど、いやかんせんそうですね、私はちえさんのテンションに合わせて演奏してます。
ありがとうございます。坂本千恵になっているっていう感じですかね、もう。千恵さんになって、みんな坂本千恵を入れて、入れて、来てる感じですね。ちょっと今日は、皆さん越しに坂本千恵もそれぞれ多分いると思うので、見ていただけたらと思います。そしてここで皆様に発表したいことがございます。なんと、何ちょっとチルルンタイム、チルルンタイム、すいません、ちょっとチルルンタイム YouTube でやっているやつですね、ちえちゃんがはい、ここで延期したワンマンライブの日程が決まりました。はい、ということで、その日程などは坂本千恵さんの方から発表していただきたいなと思います。はい、本日の4月24日に開催予定だった、ワンマンライブですが、延期の日程が6月の27日日曜日に決定しました。決まってよかったです、本当に。いや、よかったです、楽しみですね。場所はね、変わらずガンツトイトイトイでやらせていただきます。はい、皆さんガンツトイトイトイ6月27日どうぞメモしてください。今からスケジュール帳の方に入れていただけたらと思います。お願いいたします。はい、ではありがとうございました。それではお待たせいたしました。この後はお待ちかねのライブでお楽しみいただきましょう。それでは坂本千恵さんサポートの皆さん、スタンバイお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ではさ、今回は特別にフルバンドのスペシャルバージョンでお届けしましょう。準備はよろしいでしょうか。はい、あ、ごめんなさい。はい、皆さんもよろしいですか。はい、それでは参りましょう。坂本千恵スペシャルライブ。皆さん、改めましてこんばんは。坂本千恵とちえちゃんズの皆さんでーす。わー、今日はトーク&ライブということでたっぷりお話をして、そして今からたっぷりライブをね、お届けしていきたいなと思います。今日ファーストアルバムをリリースさせていただきまして、ゲットしてくださった皆さんも、いっぱいいらっしゃって、すごくすごく嬉しいなと思っております。ワンマンライブはね、延期になってしまいましたが、6月27日にね、開催を決定しましたんで、その日までたくさんアルバムを聴いて、ワンマンライブ楽しみに待っていていただけたらなと思います。それではトーク&ライブのライブの方、一緒に楽しんでいきましょう。それでは1曲目聴いてください。リスタート。何度だってやり直せるんだ、固く握った拳を天高く掲げ、始まる新たな世ま、だ
遅くて遠回りをしたように思うかもしれないけど、お届けさせていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱり生バンドでお届けするのはすごくすごくパワーいただけるのでめちゃめちゃ楽しいんですけど、画面の奥の皆さんもね一緒に楽しんでいただけたらすごく嬉しいなと思います。もしかしたらちょっと聞こえづらいかもしれませんけれども、いい感じに楽しんでいただけたらなと思っております。この曲はですねアルバムの中にも入っている曲で、こうライブでやるとねすごくすごくたくさんの方が足を止めて楽しんでいただける楽曲になってますんで、たくさん聴いてライブでもね楽しんでいただけたらなと思っております。次にやらせていただく曲は、バンドでやるのはバンドでそうですねやるのは初めて、いやどれも初めてやな、どれも初めて言っちゃめてて気づく、そう、まあ、初めての曲にもなってまして、でアルバムにはね入っていないんですけれども、この曲もたくさんいいなって言ってくださる方も多いですし、こう背中を押されるとかなんか頑張ろうと思えるっていう曲を、あ、曲じゃない声をねいっぱい聞くので、この曲をこのトーク&ライブに組み込めたらなと思ってお届けさせていただきたいなと思います。それでは次の曲聴いてください。マイストーリー。追いかけたのは
ありがとうございます。マイストーリーをお届けさせていただきました。この楽曲はですね、 CD にもねなっている曲で、ライブでもね結構歌わせていただく曲なんですけども、やっぱりバンドだとすごくすごくかっこいいなという仕上がりになっております。皆さん本当にありがとうございます。ワンマンはね延期にはなってしまったんですけれども、まあ、こうやって少しでも皆さんに何か日頃応援してくださってる皆さんに何か少しでも延期になりましたじゃあ終わりではなくって少しでも楽しんでいただけたらなと思ってこのライブをね開かせていただきました。たくさんの方に見ていただけたらすごくすごく嬉しいなと思っております。はい、でこうやってこのライブで、あ、うん、あ、なおない、このライブでこれをね私を見ていつもねライブを見てくださってる方はなんかちょっとちゃうとか、なんかちょっとかっこいいちゃうみたいな思ってくださってる方もねいたら嬉しいなと思いますし、今日ね初めてこの配信をたまたま見てこのライブを見て少しでもいいなって思ってくださった方はぜひね6月27日のワンマンライブも少し頭の中に入れといていただいて、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思っております。次で最後の曲になるんですけれども、最後の曲って言ったら多分皆さん、あの曲ちゃうかなって思ってる方がねたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、今日は違います。今日は、最後の曲はですねちょっとバラードソングをお届けしたいなと思います。今日リリースさせていただいたアルバムの中から、1曲お届けしたいなと思っているんですけれども、この曲も、私の中ではすごくすごく大切にしたいなと思っている楽曲で、さっきねバンドの方にどの曲が好きですかお気に入りですかって質問があったと思うんですけど、ネロさんがねさっきヒビーっていう楽曲が好きですって言ってくださって、私もこの楽曲がすごくすごく好きで、あ、嬉しいなと思ってるんですよ。はい思ってるんです。で、まあ、この楽曲はまあこう皆さんそれぞれにねこう大切な人もいらっしゃると思うんです。で、まあ、その人を大切な人をやっぱり大切にするの、まあ、当たり前というか、まあ、自然とやっぱり大切に思ってるから大切にできると思うんですけど、こう離れた時に改めて、あ、なんかこう寂しいなとか、すごくすごく大切な存在やったんやなって離れて改めてね気づくこともあると思うんです。で、こう離れた時にまたその人との思い出を思い出したりとかして、こう待ってくれてる人がいる、その離れた場所から私を待ってくれてる人がいるとか、その人がいるだけでこう頑張れるっていう気持ちになれるのってすごくすごくなんか優しくてあったかい気持ちやなと思って、そんな気持ちを歌詞に込めて書かせていただいたので、最後はこの曲を歌って皆さんに、あ、いい曲やな、また聴きたいなって思ってもらえるようにお届けをしていきたいなと思います。今日は本当にトーク&ライブ皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。最後のこの曲を聴いてください。ヒビ。いつもと同じ変わらない毎日だって、あなたに会えるそう思うだけで、雲を追った空に土砂降りの心に一筋の光照らしてくれるような、海だ知らず知らずのうちに強く強くなってゆく。
日々という曲をお届けさせていただきました。アルバムの中に入っている曲になっておりますので、皆さんよかったらぜひぜひゲットして聴いてみてください。ということで、こちらの曲でトーク&ライブ最後の曲になりました。ありがとうございました。今日バンドサポートしてくださったチエちゃんズの皆さんでした。終わり方がゆる私らしいありがとうございました。ライブ一味違う坂本千恵の声を聞きに来てやってください。涙マイクでございます。ありがとうございます。一味違う、はい、声を聞きに来てやってくださいね。使いこなしたな、はい、使いこなしてね映画で歌ったらぶっ飛ばすよはい、ちょっとね、配信の前だとちょっと遠くて見えづらいかもしれないですが、ちーちゃん今涙涙しておりますいや喜んでもらえてよかったですねよかったです。いただきました。はい、そして皆さん演奏の方もありがとうございました。はい、皆さん見てくださってる皆さんいかがでしたでしょうか、うん、お楽しみいただけましたでしょうか、はい、今日はいかがでしたか。もう最高に楽しかったです。あ、切れてためちゃめちゃすごい。いいよ、ここで喋って。最高に楽しかったです、本当に。いつもね、見てくださる方はちえちゃんがギターを手放して動いてるって思ってくれた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、でもこう、まあ、ワンマンライブも延期になって、本当はやっぱりこの日にしたかったなって涙出る思ってたんですけど、まあ、6月27日あと2ヶ月あるので、こういう新しいなんか表現方法も私もこう自分のものにしていって、こう見てくださる皆さんとこう楽しい空間を作るいい機会やなと思ったので、まあ、今日のライブの感じをね、もうよりパワーアップできるように、頑張っていきたいなと思いますし、こうバンドのちえちゃんズの皆さんともっともっとリハを重ねて、今日ねお披露目できなかったアルバムの曲たちもたくさんありますんで、その曲も力をつけて本番に挑みたいなと思ってますんで、皆さんぜひ6月27日来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
まあ、本日、24日にアルバムの方はリリースされておりますので、皆さんぜひゲットしていただきまして、そして6月27日ワンマンライブでお会いしましょう。さようならさようならイエーイ。最後までちえちゃんやありがとうございました。4月24日、ワンマンライブの代わりに、トーク&ライブをさせていただきました。なるちゃん、MC ありがとう。緊張した。めっちゃ完璧やった。むしろ暴走してたかも。頑張るなーっていうので、今もう、はーってなって。いや、今日という日のために頑張ろうと思って。あ、嬉しい。やってまいりましたよ。いや、でもかっこよかった。よろしくお願いします。ちょっと他の人に頼んだ。ちょっと、ちょっとやらして、もしやらして。いつもと違う坂本知恵で、その時もよろしくお願いします。ありがとうございます。ケーキまでいただいて、マイクとお話。ありがとうございます。これからも力合わせてチルルやろな。もう何の回かわからなくなってきた。頑張ります頑張ります。6月27日のワンマンライブ、またまた皆さんお待ちしておりますんで、はい、ぜひ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 来てください。よろしくお願いします。バイバイ。本日4月24日ファーストアルバムスタンドアップがリリースになりました。本来はワンマンライブの予定だったんですけれども、ちょっと延期ということで、こちらのすみのエモーションパークキャンプに急遽出演させていただきました。いやもう焼ける覚悟で来ました。今日はなので、この後すぐに歌わせていただきます。それでは行ってきます。いや、いい天気やね。いや、いい天気すぎてやばい、ね、そんなに晴れると思ってなくて。晴れさすぎですよ。すいません、坂本さん、晴れ女パワーが宣言出さなかった出すぎましたね。いやご飯屋さんもいっぱいあってね、はい、ね、めちゃめちゃ美味しそうな匂いしてます。ほんまに。あとはちょっと、はい、うまいもんがあったらいいね。本当にスムージーめっちゃ気になるんですよね。早速ちょっと喉乾いてたんで寄らせてもらいました。バナナスムージーとトーストのお店カフェナッピーさんのバナナスムージーをいただきたいと思います。うん、めっちゃバナナです。もうやばい。下手バナナ、下手かい。それバナナスムージー。いやもう今日暑いんで、もうめっちゃ冷えてるんで、もうめっちゃ最高です。美味しい。で皆さん飲むべき。そう、ね、めちゃめちゃ飲むべき。で、あの俺飲みたいけど後ろに置いたからね。はい、ここに、ね、ここに置いた。めっちゃなんかバナナといい、いい絵になってますね。じゃあいただきます。これ飲んでライブ頑張ってきます。なんかね SNS やってるみたいな。ぜひこちらもよろしくお願いします。美味しい。美味しいです、うん、やっぱこれだね。黙れもう楽しい雰囲気がひしひしと伝わってきてます、ね、ちょっと声が聞こえづらかったすいません。あ、すいません。張ります。声張りますなんだこれ。内容のない内容のない会話ありがとうございます。いやでも本当に晴れて良かったですね。そうですね、はい、これまで中止になってしまった悲しいんで、そうやね、こうやって開催できるのはすごく嬉しいなと思いますし、アルバムをね、うん、直接手に取っていただけるっていうので、本当にたくさんの方に手に取っていただきたいなと思います、はい、それでは皆さん